ル部のキャプテン松井ゆかりと、夢はシンガーソングライター有松くるみと、クリスタルボイスせいちゃんこと奥村せいかです。さあ8月に入っていよいよ夏本番ということで、今回はハートランドヒルズ in 能登いおりリゾートにやってきました。今コロナの影響でアウトドアの需要がすごく高まってるんです。さあここ何するとこでしょうか。もしかしてここはキャンプ場？そうです、ここはキャンプ場です。でもただのキャンプ場じゃないんです、うん、ということでハートランドヒルズ in 能登いおりリゾートの魅力をたっぷりご紹介します。レッツゴー。まずは見てください、この絶景綺麗でしょ、キャンプ場が一面見渡せますね。海も近いね。そうなの。でもね、もっと天気が良かったら景色も最高だと思うんですけど、うん、あ、そう言うかと思って、天気いい日の映像を用意してあります。こちらです。どう？すごいでしょう。わー、海が真っ青。海に面した高台にある全面天然芝の5000坪からなるここハートランドヒルズ in 能登いおりリゾートは、眼下には青い海とその奥には立山連峰の大パノラマが広がっているんですよ。すごい、立山連峰がくっきり見えますね、さあここがオートキャンプエリアです。全部で23サイトもあるの。おお、とってもね広いです ね、うん、そうなの。こっちにもトレーラーハウスもありますよ。本当だ、ベッドもあるしソファーもある、食器類もあるし、うん、しかもエアコンもついてるの、うん、最高です ね快適。もうこの暑い夏エアコンあればもうみんなで快適に過ごせるよ ね、さあここは別荘エリアです。おしゃれな和洋4棟のコテージがあるんですよ、まあ、すごい、テンションも高いですよ。え、広い。そしてここは、うん、バーベキュー。これが噂の、これ全天候型のバーベキューコーナーで、うん、雨の日でも晴れの日でも、ね、ここで楽しめる、ね、うん、さあ海が見えます。綺麗でしょ。綺麗。お腹が空いたまだ早い、バーベキューしたいね、はい、いいですね。さあ CM の後はみんなにとっておきの場所を紹介しますよ。どこどこ。さあお待たせしました。ここが恋人たちの聖地、恋人岬です。わー、もう一面に海があってすっごい心がもう浄化されますね。で今日はちょっと曇ってるんだけど、右側には立山連峰、左側には能登半島が一望できるんですよ。そうなんだ、素敵でしょ、うん、でこちら、はい、この鍵見てください。本当だ、これは恋人たちが愛を誓い合った証なんです。あら、そう、しかも永遠の愛。永遠、素敵、最高。どうです、アウトドア最高最高。では来週は本格的キャンプに挑戦します。来週もお楽しみに。せーの、ミト TV。 ミト TV。